はい、宇治でございます。コルグマイクロアレンジャーね。いや本当にね、弾いてて何て言うんだろう、イマジネーションがかきたてられるようなね、音楽がねもうガンガンに流れてくるわけですよ。まあこれのマイクロアレンジャーのね、大きな特徴というのは、まあこのミニ鍵盤が5オクターブあるっていうね。これね結構弾きやすいのよ。例えばピアノね、これ61機ありますからね、5オクターブだから。でしかも非常に軽くてコンパクト、スピーカー付き、ご機嫌でございますね。グランドピアノでしょ。で、今ねここにモードっていうのがあるの分かりますかね。カメラさんやっていただくと、モード、ここで全ての制御をしますね。見ましょう。スタイルプレイっていうのは、まあ最初に私が今弾いた、ね、曲みたいな感じで弾けちゃう、まあ後から説明しますね。ソングプレイ、まあ16トラック分、当然ガンガン鳴らせますから。でバッキングシークエンスで、ソングモードで、プログラムモードってやってね、今プログラムモードになってると、まあこの鍵盤を60件使って、いろんな音色を、ね、弾くことができますが、今例えばグランドピアノって出てますね。でこのプログラムモードでの音色のセレクションはここです。このプログラマーパフォーマンスっていうところなんで、分かりますかね、ここね、こことかですね。これ今電気がついてるんで、まあ、例えばピアノってこう押すと、私がこうポンと押すと画面がねこうなったの分かりますかね、こう分かりますね。ここでねいろんなピアノの音色が出てるわけですよ。でそれに相当するこのボタンたち、これを、例えばセレクトするとこんな感じでこうね、音色を選ぶことができるわけ。非常にね有効にこう働きますね、このパネルとね、まあ大きなパネルでね。例えばエレクトリックピアノをするとエレクトリックピアノのいろんな音色群が出るわけね。いい音してるわ。まあそのままステージで使ってもいけんじゃないっていう感じぐらいのクオリティですね。しっかりタッチレスポンスも聞いてね、いいね。例えばこれアコーディオン系でいくと、これ例えばね、これハーモニカがねもうびっくりした。このワン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 ってやつ、このモジュレーションの、これはねよくできてると思うよね。とても良いですね。オルガン行ってみましょうか。オルガンがね、まあ、すごいバリエーションがある。コルグのオルガンってねとてもいいんだよね。もちろんこのモチュレーションホイールをポッと動かすとレスリースピーカーのシミュレーションがちゃんとあるね。スローファーストの切り替えもバッチリできますね。BX 系のこれはねすごいわ。オルガンでもこうパイプオルガン系、リバーブがね、いい感じで聞くよね。ギター系もすごいよ。ね、非常に高品位なサンプルが。
とどめようですね。ストリングス、ストリングスもね、この例えばストリングアンサンブル系、ね、アナログシンセ系のストリングスもね、これミニ鍵盤なんで、もう普通にね片手でミまでいけちゃうんでねファまでいけちゃう。これミニ鍵のね、特徴ですね。もうバリバリのボーシングができてしまう。トランペット系もいいよ。この特にね、ワウトランペット、このこれはよくできてるサンプルだわ。これはとても良いです、ブラス系もオケヒット、もちろんね、うん、テナーサックス、このノイズのこのね、ブレスのノイズがね、いい感じでね入ってるのがご機嫌ですね。シンセ系がね、さすがコルグ、シンセ系ね、非常に広がりのある、重厚な音がします。いい音するよねこれ。この音はね、すぐにでも私使いたいですねいいです。ドラムキットもいいよ。一通りの音はね、全て入ってますね。いろんな音色が入ってるの分かりますね。やっぱりコルグのこのシンセシス PCM のこのエンジン、これは本当よくできてるね、いいと思います。 HI シンセシスシステムね、でございますね。これがプログラムモード、まあ、プログラムモードだけを見てもものすごい完成度が高い音色が5万と入ってるのが分かりますね。でやっぱりマイクロアレンジャーってぐらいですから、アレンジャーとしての機能、これがね、今回強化されたのが、これがすごいところが、このモードでいくところのこのスタイルプレイ見てみましょう。こっち側サイドが音色だったじゃない、音色だったじゃない、でこちらサイドがこのスタイルなんですね、スタイルでこういろんなスタイルがあります。例えば、ソフトビート、わかりますかね、私のこと弾いてる感じ。これ実はね、マイクロアレンジャーっていうくらいですから、いろんな伴奏系がねものすごい数入ってます。でその伴奏を制御する仕方として、まあ、コードを弾ける人は例えばこれで、例えば C を押さえる、 C って当然ドミソも C だし、ソドミも C だし、ミソドも C なんでね、これ全部自動的に判別して、コードが鳴ってます、ね、じゃあ Cm、
そう当然3度が下がってこうなりますよね。 C マイナーでしょ。 C C マイナー、例えばじゃあ C6 ダの音を足すと C6 ね。 C の音を足すと C メジャーセブンス、わかりますかね。 C セブンスにすると C のフラットでセブンス、 C マイナーセブンス、わかりますかね。 C サス4セブン、まあいろんなテンションまでいけちゃうんでね。 C のアドナインスとかね、セブンスナインスとか、シックスナインスとかね、このようにコードをこうちゃんと展開して分かる人はそれでもいいし、あとね一本指打法つって一本指でね、コードを制御してメジャーかマイナーかっていうセブンスかとかね、そういうこともできたりもしますけどね。私はコード弾けるんでコードでこうやるのがとてもやりやすいんだけど、でもちろんここで、このエリアでこのコード判別をします。 C、G、Aマイナー、Eマイナー、F C F G セブンス、こんな感じでこうやるわけね。でこちらでメロディーいくと、ということもできるし、よりこう鍵盤が得意な人はこのねフルアッパー状態のねこのキーボードモードにすると、すなわちフルの状態で、こう今弾いてるこの左手と右手を自動解析してコードを作ってしまうというモードがあります。ちょっと複雑なコードやってみね。 C でしょ、今 B フラットF メジャーセブンスナイス、C メジャーセブンスナイス、今弾いたので自動的に伴奏が完全にコードを判別してもう正確にこうついてきてくれるというね、こういったモードもある。素晴らしいですね。でちょっといろんな音楽チャンネル聞いてみようかね。すごいいっぱいありますから、例えば今8ビート系で言ってますけど、8ビートアナログ、こんな感じで使うアナログのねサウンドですね。とかじゃあどんどんいってみるよ。ボールルーム、ボールルームっていうのはね、例えばじゃあこういうビッグバンドっぽいやつじゃないかな、これでバリエーションでこう変えられます。バンドが入ってた、でフィルもあります。でポイントはねエンディングとイントロもあるのよ。終わってくれるというね素晴らしいな、これはな、いいね。ダンス、ダンスビート系いってみましょうか。ダンスってくらいだから、じゃあちょっとテクノいってみようか、ね。テクノ、じゃあ、ちゃんとこれに合った音色もねセレクトされてる。
ってくれますね。じゃあね、私の好きなソウルファンク系言ってみようか。ソウルファンク系で例えばじゃあアシッドジャズ言ってみようかな。アシッドジャズって感じだな。ワールドシリーズ、このワールドってねなかなか面白いんだよ。例えばね、パーティーポルカ、ポルカってまあドイツの感じだよね。ご機嫌です、ね、というようにもうものすごい数のものがあってます。あ、俺ね好きなラテン言ってみよう。ラテンといえばサルサだろう。サルサじゃあね、サルサのイントロから言ってみようか。イントロで、じゃあシンクロスタートにしてみてね。シンクロスタートすると弾くと同時に始まります。イントロだよこれ。いいねいいね、サルサでございますね。というようにスタイルプレイっていうのがあります。でじゃあね、ここでね面白いのがこのパフォーマンスモードっていうのもあって、このパフォーマンスモードのところで、まあ、全部のセットアップ、すなわち今のこのスタイルとか音色も含めて、全部のね、設定がしてあるモードもあるんですね。パフォーマンスって言ってね、このパフォーマンスですね。じゃあね、このパッドギターっていうやつをちょっと選んでみましょうか。パッドギターっていうのを選ぶとどういうことになるかというと、まあ、グルーブ、ボサノバ系グルーブになってるわけだね。じゃあこれで実際にどんな感じかな。こんな感じ。あ、このなんかセンスのいい感じだね。でここの液晶の下のボタン、まあ、最適化された4つの、ね、セッティングがもうプログラムされてるというね。もちろん自分のメモリーもできるんだけど、よしこれいってみようか。でよしこれできる。このモードのところのバッキングシーケンス、これで自分のバッキングをもう即座に録音することができます。ちょっとやってみね。バッキングシーケンス押しました。この状態でここにねレコードボタンがあるのかな。レコードのボタンを押してやって、あれ、あ、そうですね、レコードボタン、ここリアルタイムレコーディングかコードレコーディングかってあるんだよ。もちろんリアルタイムでもいけるし、小節ごとにコードを打ち込んでステップ的にもできるしね、ここね、はい、じゃあリアルタイムレコーディングやってみよう。はい、これで、リアルタイムレコーディング状態になりました。じゃあ、ね、これでね A までいこうかな。じゃあこれで録音してみます。
ゲイ。これでね、録音されました。再生してみます。入ってるでしょ。でこのシーケンサー1に入ってます。バリバリだよね。これ音色変えたのも全部入ってるのかよね。といった具合に、できるわけね、もちろん今のはリアルタイムでやったけども、このコード、ねとステップモードってやつ、これねこうコードアカンパニメントステップモードね、これでやってみるとどうなるかというと、これ分かりますかね。画面上でここ小節ね、小節ね、小節で例えば Am 入れて、次は G を入れて、3小節目 F 入れて、E マイナー、E メジャー入れてとか E7 にしようかなといった具合に、一個一個こう小節ごとにこういった入れることもできるわけね。こういったステップライトのモードもあります。これねほんとよくできてるわ。でさらにこのソングモードに行くと、今バッキングシーケンスで作ったものに対してさらに16トラックの、ソングモードなんで、違う音色を組み合わせたりとかね、さらにオーバーダビングしたりとかできるわけね。でこれをSD メモリーにメモリーできます、ね、でここも注目してほしいんだけど、今さっきシーケンスの1でこうメモリーバッキングシーケンスやったんだけど、当然シーケンサー1とシーケンサー2があるのよ。ここ2つのシーケンサーを同時に鳴らすことができて、こう DJ みたいにこうバランスでこうやってね、できたりとかね、ものすごい多彩なことができますね。まあさらに付け加えるとここにパッドもあって、ですねパッドもあって、自分の、ね、任意の、もう音色をねアサインしたりとかねできるしね。もちろんトランスポーズオクターブの切り替えはもうバッチリだよね。といった具合にね、このマイクロアレンジャーを使えばもうバリバリに音楽ができてしまうと、ね当然、エキスパートの方も楽しめるし、まあ、作曲のツールとしても使えるし、アレンジもちろんアレンジのツールとしてもね、アイデアを膨らませるツールとしても使えるし、特に初心者の方にはこれはもう強力な武器になるね。まあ自分のバンドがいるようなもんだから、はっきり言うとこれはねぜひぜひ、活用してもらいたいなと思いますね。マイクロアレンジャーでございました。